ゲストさんでーすって顔が映らない東園木郡川棚町にございます株式会社まゆみの常務取締役山口雄一郎さんにお越しいただきました。山口さん、こんばんは。こんばんは。御社が川棚町で、はい、76年7年にわたって地元の人に愛されてる様々な事業がありますが、はい、ふるさと納税でもゲットできる長崎和牛を、使わせていただきましたレモンステーキセットですね。長崎和牛のレモンステーキセットをふるさと納税すれば、はい、ゲットできるってことなんですか？お店に直接問い合わせいただいてもゲットはできます、うん、川棚町のために納税していただいたら嬉しいですし、はいはい、地元のために納税してもらえればありがたいし、はいはい、地域も発展しますからね。 そうですね、はい、その川棚町でございますが、はい、全国の方に分かりやすく言いますと、はい、長崎市内の真上に大村湾がありますもんね、はい、空港があるところ、長崎空港があるところですね、はい、その大村湾の上が一番上、はい、出口のところが西海橋で、はい、あそこハウステンボスがありますよね、はい、その隣町って感覚でいいですかね。大体そうですね。大体ですね、はい、と御社のホームページ見たら、はい、このレモンステーキが、はい、実はタレがめちゃめちゃうまい。タレ、はい、そうなんです。ふるさと納税、はい、そしてオンラインショップでも買えますよということでしたね、はい、御社のまゆみのレストランまゆみの方の もうこちらに、うん、はい、お電話いただくか概要欄に貼っといてもらって、そこ、はい、から入っていただければ、はい、ということでございますね、はいはいはい、力入れてるのがやっぱり食なんですね、はい、最初に来て食べた方がもうこの味が忘れられないとか、なんかそういうルーツだったり、町とともに生きてきたレストラン、そうですね、もちろんお客様のためのレストランでありながら社員の皆さんがお食事を取る場所でもあったみたいなの、そこで一番プッシュがレモンステーキなのよ。全国のリスナーの皆さん、これね、秘伝のタレぜひ味わってほしいので、うん、川棚町出身じゃなくても、まあ、ふるさと納税はもちろんできますし、ね、はい、なんならそのまま車で川棚走って行って、うん、ね、食べてもらうっていうのが一番ありがたいですよね。タレだけの販売ももう始めます、そうですね、秘伝です。レストランまゆみでその秘伝のタレの、そうですね、長崎和牛のレモンステーキを食べてちょうだい、うんうん、その、まあ、従業員の皆さんもゆっくり楽しめる、それこそ社食のようなレストランまゆみの中でも秘伝のタレだけはずっと代々受け継いできたって感じですか、うん、そんな感じだ。その秘伝のタレだけでも買えますよという話だったんですが、はい、お店に問い合わせいただければ、はい、YouTube 見て、概要欄、よく YouTuber である概要欄に貼ってますので、でその、まあ、秘伝の種の長崎和牛のレモンステーキが入った、例えばコースとかセットとか、はい、あ、そうですね、ご要望に合わせてそういうこともできると思います。うん、はい、本社が例えば今からその、まあ、川棚を中心とした企業体ではありますけども、例えば佐世保に、例えば大村に、長崎に、どんどん新しくこのレモンステーキ秘伝のタレで展開していくとか、そういう未来の展望っていうのは、そうですね、うん、そういうところのお店にも置いてもらえるような状況がこれから生み出せればいいなっていうふうに、まあもちろん、ね、はい、ネットとかも含めてですね、そレモンステーキが商品として一人歩きするのは全然ありなわけですか、はい、私は、はい、そんな未来を夢に描いてます。うん、いや、コロナでみんなその、はい、いわゆるテイクアウトであるとか、やっぱり家で自宅で美味しいものを食べるっていうことに開花したというか、みんな価値が変わる、そうですね、そういう時代になってきてると思うので、うんうん、はい、そういう方向にもう、なんで、ね、全国でも世界でも、ね、食べるような形になったわけですから、そうですね、おっしゃる、そういう未来を実現させていきたいなと思ってます、はい、世界に羽ばたくのもソースに羽ばたいてほしいですね。あ、もちろん、もちろんステーキも美味しいものをみんなが自宅で食べてくださるっていう、まあ本当は美味しいものはその店舗に行って食べるっていうのがね、あ、もちろんもちろん、はい、お取り寄せいただいて食べていただいて、うん、ここがルーツなんだということで、うん、実際の店舗に来ていただければ最高ですね。お取り寄せで食べてみて美味しかったんで、そこに旅行に行こうかっていうのが今実際ありますもんね。そうですね、うん、次のメッセージをリスナーさん、そして視聴者さんに山口雄一郎さんからお願いできますか。はい、長崎県の川棚町というところにありますレストランまゆみでございますけど、名物レモンステーキ、ぜひ皆さんにも食べていただきたいと思ってます。まあ、まずはお取り寄せしていただいて、もう本当に美味しいなと思ってもらえると思うので、実際それを体感されたらぜひお店に食べに来ていただければなと、それが僕たちみんなの願いです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。